スティーブ・グランドは、イギリスの計算機科学者、アマチュア科学者。スティーブ・グランド小学校教師の仕事の後、コンピュータゲームの開発の世界に転じ、クリーチャーズという人工生命ゲームを制作。大ヒットシリーズとなり、ゲーム業界に多大な貢献をしたとして1999年に、イギリス政府から大英帝国四等勲章を授与された。このゲームの開発の経緯は、 著書クリエーション、ライフハウズメイクイットに詳しい。ゲーム制作会社を退職後、独力で人工知能ロボット、ルーシーの制作プロジェクトに着手。古典的な人工知能の手法にはよらずに、脳に関する大胆かつ統一的な仮説を立て、人間の乳幼児のように振る舞い学習するもの、すなわち感覚や心と呼ばれるものに近いものを構成することを目指している。 このプロジェクトのコンセプトと開発の経緯については著書アンドロイドの脳に書かれている。サンデータイムズ氏から21世紀中に大変革をもたらす可能性の高い科学者18人の一人に選ばれたことがある。家族は妻のアングランド、息子のクリストファー、スティーブグランド著、アンドロイドの脳人工知能ロボットルーシーを誕生させるまでの簡単な20のステップはスペクト、 2005年、ISBN47 億5721万1015、ありがとうございます。